SH-3C キングアメリカ海軍の SH-3HC キング SH-3C キングは、シコルスキーエアクラフト社が開発した、総発撤回ヘリコプターである。アメリカ海軍が運用していた、H、H-34 直島の後継に採用された。1957年、シコルスキーは、全天候型撤回ヘリコプターの開発を、アメリカ政府と契約した。 H-34 直投の後継として、対戦線の役割も兼ねるものであった。試作機は1959年3月11日に、初飛行。1961年6月に、HSS-2C キングと命名され、アメリカ海軍で運用が決定した。1962年、航空機の命名規則改正により HS、HSS-2 は SH-3 に改正された。 SH-3C キングは主に対戦線の任務で使用されたが、対艦攻撃、捜索救難、兵員輸送、通信、要人輸送、早期警戒など様々な用途に使用された。民間向けのシコルスキー S-61 も開発された。海上救難を行う SH-3 強力なタービンエンジン総発の大型機となったことで、これまでは 捜作役と攻撃役の2機で行わなければならなかった対戦作戦が短期で行えるようになった。開発段階で艦載機を想定していたためメインローターブレードやビブのテールブームなどは折りたたむことができる構造になっている。メインローターブレードとテールローターブレードは共に5枚である。水陸両用作戦での運用を想定して限定的な着水性能も有する。 機体両側に配置されたスポンソンにはエアバッグが格納されており着水時の衝撃緩和とフロートの役割をなす。幅広い装備があり、それらは用途によって異なる。空母を戦闘軍での運用時は魚雷4本と爆雷4個か空対艦ミサイル4本のいずれかを装備し、空母戦闘軍を間接的に防御するためチャフを搭載した。対戦センサーとしては釣りか式ソナー。 その部位、磁気探知機があり、データリンクを介して得られたデータは簡単に送信できた。捜索救難任務の際には、軍員2名と22名の遭難者か、9名分の単価を搭載できた。兵員輸送であれば、さらに28名を収容できた。大統領の短距離移動機マリーン1、ありがとうございます。